こんにちは。今回はですね、10月3日ですね、10月3日、今日は木曜日ですけども、今週の、相場の、今週といってももうあと今日明日しかないんですけども、ちょっといろいろ大きな動きがあったので、ちょっとその解説ですよね。主にアメリカ市場が大暴落、アメリカ市場、ヨーロッパ市場大暴落したので、その原因とですね、今週来週の予測をちょっとお話をしていきたいと思います。はい、まずですね、前回の相場、解説動画では、ドル円、ドル円は、円一気に円高にはちょっと行きにくいんじゃないか、ちょっと考えにくいっていう話をしたんですよね。なんでかっていうと、アメリカ市場および日経が強いからですね。日経225、2万2000円を超えていってたと。今もう2万1300円ですけども、かつアメリカ市場が、上を突破しそうな動きを見せていたと、いうことですね。カップ&ハンドルを形成して、あれこれ上じゃないかっていうようなですね、動きをしてたわけですね。これ S&P500 とダウなんですけども、ただですね、なんかの経済指標ですかね、雇用統計、直前というのもあるんですけども、それに伴う相場の変動と、あとは、トランプのね、その発言ですよね。ドル高がちょっと行き過ぎてるということで、その一言でドル売りの流れが起きたと。なので、ドル通貨、対ドル通貨は円、じゃないよ、対ドル通貨に関してはドル売りの動きが起きていると。なのでドル円もドル売り円買いが起きているっていうことですね。なので円高に今触れてます。107円をねちょっと割るんじゃないかなっていう流れにはなってきてるんですけども、それにしてもですよね、アメリカ市場がねここまでちょっと落ちるとはちょっと思ってなかったですね。これに関しては形的には非常に強かったので、で多分ね、僕と同じように思ってた人は多かったと思うんですよ。それはこの動画を見ていただいている方ももちろんそうだし、普通のマーケットプレイヤー、マーケット参加者も多かったがゆえに、その反転でこの下落なんですよね、多分。想定外だったんで、想定外だからこそ結構でかい下落が、起きたとも言えるわけですよね。DAX の話もちょっと前にしたと思うんですけど、DAX がこれ案外、ヘッド&ショルダー形成してんじゃないかと、思いながらも、いやでも月足見るとネックライン切り上がってるからちょっと強いんじゃないかということを僕後で言い直してたんですよね。いやちょっとこれ安値切り上げてってるからっていう話をしてた、その直後に大暴落と。はい、これダックスのチャートですけども、このようにですね、一応ヘッド&ショルダー形成しそうなんですが、ただしここの安値が切り上がそうですね、安値が切り上がっていってるということで、ちょっと強いんじゃないかと。これちょっと上に抜けることもこれ十分考えれるよねと思ってた矢先に今回の下落ですよね。でこれ日足で見ると、非常に分かりやすいヘッド&ショルダーになってて、かつですね、いやらしいのがここね、何回か上攻めてるんですね。だから右側のそのショルダーを、突破しそうな雰囲気を出してたんですよ、ここ。これがいやらしかったですね。こういって、ここ越えたら強いじゃないですか。しかも月足で、安値が切り上がっていってたので、なおさら抜けたら上に行くっていうところを、上髭をつけてですね、ここね、一気に下に落ちていったということで、これでヘッド&ショルダー完成ですけど、じゃあ次の下落目安はどこかっていうと、ここですよね。ここまでは一旦見れるのかな。こっちというよりかは、ここはね、ここもそうですね、ここもヘッド&ショルダー、逆ヘッド&ショルダーみたいななってるので、こっちが優先されるのかな。でもここはね、一応ぐらいなんで。この持ち合いに一回突入して止まるかなっていう感じであるんですね。なんで戻したらこれね、売りたいんですよね、このダックスはね、この流れは。でも
もう本当だったらね、この上から売りたかったんですけど、完全にこれ売り逃しましたね。うん、売り逃したっていうところなんですが、あの大事なのはね、こういう時にあの追いかけないっていうことがすごい大事なんですよ。やっぱね、やられる時ってこういう時に、下に追いかけて追いかけて狩られるっていうパターンが本当に多いので、とにかくね、上に来るまで待つっていうことが大事ですね。でも来なかったらね、しょうがないですね、これは。うん、ここで今から突っ込んで入りに行くっていうのはもうちょっと、危険なので、やっぱり僕の場合はですよ、戻してからやっぱ入りたいなっていうところではありますね。まあただちょっとね、これ取れなかったというところですよね。でやっぱりね、そのトレードで、本当大事なのは、その過去を振り返らないっていうところなんですね。これもちろん損切りもそうなんですけど、チャンスを逃した時もそれいかにすぐにね、水に流せるかっていうことが、あの本当、重要ですよね。そこに執着しない。あ、なんであそこで入れなかったんだろう、なんでなんでっていう、それってその何もトレードだけの話じゃなくって、そういう思考の癖を自分が持ってるっていうことなんですね。あ、なんで自分はあの時あっちを選ばなかったんだろう、なんで自分はあの時ああしなかったんだろうっていう思考の癖がそのままトレードに移ると、あ、なんであの時エントリーしなかったんだろうか、なんであそこで読み違えてしまったんだろうかっていう、そっちに行ってしまうんですね。でこれはあのちょっと前に、解説したその未来からの時間感覚、真反対ですね、過去からの時間感覚に執着してしまっているので、自分のセルフイメージをやっぱ下げていくっていうのと、その過去にへの臨場感が強くなってしまうので、またチャンスを逃すようなことをしてしまうんですよ、そこにとらわれてると。なので、まあ、昔からこれ日本人が今ずっと言ってきたことではありますけど、いかに水に流せるか、そして次に行けるかっていうことが、あのすごい、重要になってくるっていう、ことですよね。だから本当ね、日常からどういうことをやっていったらいいかっていうと、例えば過去への執着もそうなんですけど、他の人に対する苛立ちとか、許せないって気持ち、あの時あいつにこんなこと言われてとか、であとは自分自身に対するイラつきですよ。なんで自分はあの時ああしてしまったんだろう、なんでエントリーできなかったんだろうとかってあるじゃないですか、出てくるじゃないですか。それを許すっていう感覚ですね。でめっちゃ大事なんですよ、許す。これね、口で言ってもいいと思いますね、許す、自分自身を許す、そして相手を許すっていうことですよね。これを、感情がね、こうどうしても制御できない時、やっちまったな、逃しちゃったなっていう時に、でもそんな自分も許す、またチャンスは来る、許す、そして人に対しても許す、これをねやっていくとね、結構ねすぐに手放せるようになってくるんですよね、その執着っていうのを。そうすると切り替えて次に、早く進むことができるっていうことですよね。これはぜひやってみてほしいと思います。日常からその底にとらわれない、水に流すっていう感覚が分かってくると、トレードでも逃したとしても、次来るよねって、その未来の方向に目を向けれる、未来の方に臨場感を感じれる脳の回路が出来上がっていくので、ちっちゃいことは気にならなくなってきます。またチャンスいくらでも来るしなって、いやまたいつでも取れるしなって、またチャンス来るしなというふうに思えるようになってきます。もう本当だから、そういう日常のね、地味なそういう訓練っていうのを本当ぜひ続けていってほしいなと思います。はい。で、ちょっと余談になりましたけど、金ですね。次これね、金もね、途中までいい感じで下落してたんですけど、僕の場合 GLD でエントリーしていたので、大体ね143ぐらいでエントリーしてたんですよね、確かね。143この辺ですね。でバーって落ちてって、あ、いい感じだなと思いきや、一気にねここで陽線つけたんですね。でかつね、やっぱアメリカ市場がすごい下がってたっていうのと、円高にいてたっていうので、あ、これちょっと流れ変わったなと思ったんですよ。なので141上がってきたところですけどね、で逃げました。141ぐらい、もうちょい下かな、140ぐらいかな、すみません、140ぐらいですね、140で逃げました。なので143で入ってるんで、300ティックですね、300ピップスは抜けてるので、それなりの値幅は取れたんですけど、うまく逃げれたっていうところではあるので、良かったかなというところですね。で金はですね、逆に土填しました。
土天ロングしました。なんでかというと、このヘッド&ショルダーですね、形成してこれが決まって下落をしていった、でここを割っていった、これ通常下の流れじゃないですか。でもそれが一気に反転して、ここのレジスタンス一気に貫通して抜けてるんですよ。でまた上に潜ってきてるんですよね。なので、まあ、騙しっていう風に言えるかなと思います。なので騙しなので、かつ、今株価指数下げてるので上を狙ってくる動きになるかなという前提でのロングです。でかつ、まあ金はね、長期足見るとアップトレンドなんで、かつ騙しだったので、今度やっぱここですよね、 144.65 を超えてくるといよいよ上かなと。まあただそこからエントリーするとちょっと遅いので、今もう土天ロングをしてるっていう状況ですね。まあここから持ち合うことも考えれるんですけど、ちょっと上にかけてみたっていうところです。こんな感じですね。これ週足にすると下ヒゲでつけて上がってきてるので、ここから第2波っていうのは考えれますよね。まあだから150台まで一気にここから上昇していくっていうのは十分ありえるかなと思います。はい。でまあドル円に関してはですね、まあ弱いですよね、円高。まあ、長期的には円高っていうのは前から言ってるんですけども、今一気にまた円高になりそうな流れですよね。まあ、ただちょっと読みづらいかなとは思います。ちょっとドル円に関してはエントリーはちょっとしづらいので、ちょっと様子見ですね、しばらくは。で、逆にユーロは上がってきてるっていう感じなんですけど、まあ、長期足を見るとこっちは本当に弱いので、まあ、どっか戻してきたところを売りたいなというところです。まあ、ただまだ売り場がないので、放置ですね。はい、ということで、金曜日は明日雇用統計なので、まあ非常に重要な指標発表ですよね。だから雇用統計が出た後にどういうふうにマーケットが引けるか、今のこの下落ムードの中でバーンってまた戻して引けるのか、また一段と下げて引けるのかで翌週の印象が全く変わってくるので、明日すごい重要な日になるかなと思います。なので、まあ短期トレーダーでも、まあ長期トレーダーも含めて明日は見といた方がいいのかなと思います。で、まあやっぱりですね、まあトランプの発言力はね、やっぱ大きいですよね。一気にマーケットの流れを覆してくるので、引き続きちょっとトランプの発言には気をつけていきたいなと思います。はい。ということでちょっと簡単ではあるんですけども、まあ急変動がちょっと起きたのでちょっと動画を撮ってみました。はい。ということでチャンネル登録とまた高評価の方を押してもらえたら嬉しいです。で動画の最後はメルマガも登録できますので、そっちですね、トレードの上達法、潜在意識の書き換え方とか、自分自身のねセルフイメージの変え方、などなどいろいろとお伝えしてますので、ぜひそちらも合わせて読んで学んでみてもらえたらと思います。ありがとうございました。